どうもこんにちは、 FC モトスポーツです。今日はヘルメットなんですが、アイコンのエアフレームプロを紹介したいと思います。エアフレームプロはアイコンのヘルメットの中でもトップモデルに位置づいております。アイコンのヘルメット、今エアフレームプロ、バリアントプロ、エアフライト、そしてエアフォームの全部で4種類の防体があります。またアイコンのヘルメットの特徴として、顎周りをしっかり押さえるようにできてますので、まあ、よりこう重量感が少なく感じます。作り方に関してなんですが、エアフレームプロのこのコンストラクトをご確認いただければ分かりやすいんですけれども、これ実は柄ではなくてヘルメットの地です。まあ、よく見ないと分からないんですけれども、こう細かい傷が入ってるんですが、これ実は繊維なんですよね。合成繊維をこう編んで手で防体に貼り合わせていくのがエアフレームプロです。個性的な柄もあるんですけれども、まあ、ハンバーガーとかねあるんですけど、カーボンもありますし、クイックシルバーって言って、こう一つ一つ手でこう傷入れてって、こうヘアラインっていうんですかね、2つと同じ仕上がりのないクイックシルバーも面白いんで、こうやっていろいろコレクションできます。どれにしましょうって言ったら、もう全部そのうち気がついたら揃ってるのがアイコンです。またエアフレームプロの特徴として、もちろん PSC は当然私たち正規輸入元なんで取ってるんですけれども、もう一つレースとかに出たい方、 MFJ の公認も取っておりますので、ちゃんと車検とか MFJ 公認のレースも参加できます。サーキット行く人に関してなんですが、エアフレームプロはトラックシールドっていうものを取り付けられます。これです。トラックシールドはここの外に黒いポッチがついてるんですけれど、ここにフィルムを取り付けられます。でこのフィルムは走行中にこう汚れた時にこう拭かずに、そのフィルムを1枚剥がせば次のフィルムが出てきて綺麗になってるんで、もう拭かずにペロッと剥がせます。レースが好きな方で MotoGP とかスーパーバイク見てれば、結構皆さんこうペロッて剥がしてるんで、それです。エアフレームプロはアイコンのヘルメットの中でも一番最初にこの後ろを切り取ったモデルです。なので首がすごく楽です。冬場なんかネックウォーマーしても全然引っかからないですし、こうサーキット行った時でももうがっつり伏せ込むこともできます。もう前傾姿勢のバイクとかもやっぱり首根のストレス結構かかるんですけれども、そこが非常に軽減されてすごく楽です。ちょっとその気になっちゃうヘルメットなんで、被った方ではね、気をつけてください。エアフレームプロは唯一防体が4つに分かれてます。 S、M、L、XL 全部大きさが違うんで、こう共通している防体もあるんですけれども、エアフレームプロは全部分かれてるんで、その分フィット感が非常に良くなってます。例えば M 買いました、もうちょっと分厚くしたいから S にします、もしくは S のライナーを入れるっていうことはできないので、例えば M を買いました、でも内装をちょっと分厚くしたいから、じゃあ S のライナーを入れようって言ってもそれはできません。こう各防体ごとに専用のライナーセットっていうのがありますので、それで調節するようになってます。アイコンのヘルメット全部に共通することなんですけれども、内装はハイドラドライっていう急速乾生地使ってますから、夏暑い時とかこう汗かいちゃった時でも割とサラッとした被り心地です。そして何よりやっぱりデザインですよね。エアフレームプロだけじゃないんですが、このアイコンらしい個性的なデザインがいっぱいあって、で今年の21年の春モデルにビースティーバニーっていうのが出たんで、これはもう最初からパープルのシールドもついてくるし、この柄ですね、もう僕が言うことないです、もう見たまんまです。このウサギちゃん、ぜひこれは、ね、言っといた方がいいと思います。3年後か5年後ぐらいにこう廃盤になった時に、あれ買えばよかったとか、あそれ持ってるんだっていう風に多分なると思います。エアフレームプロのもう一ついいところは、エアフォームとこれですね、エアフォームとシールドが共通してます。じゃあエアフォーム持ってます、エアフレームプロ持ってます、もうシールド両方使えますからすごく便利です。まあその他に何かご質問等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。でそれからいつもながら、当店のチャンネル登録とサブスクライブもよろしくお願いします。それでは Ride Safe, Ride Icon。